おはようございます今朝も体に深呼吸心のためにも深呼吸良い一日のスタートとなりますように恵みの深呼吸のお時間です実は日曜日に、えー、と新宿御苑に行きました何人かの方々とそこでお会いしました最初に温室の,の中の えー、花を見て、でその後、えっとバラ園があったんですよね。バラを見に行きました。そして池の近くまで歩いて、そこでまあお祈りをして別れたんですけれど、バラを見ながら、まあ私カメラを持って行ったので写真を撮りましたけれど、あの花の姿が素晴らしく美しいというバラと。 香りが、えー、とても素晴らししいいととうバラとありましたもちろん香りもそれから花の形も美しいというバラももちろんあるわけですけれどもでもわざわざその,、えー、そのバラの紹介のところに「香りの良いバラ」というふうにこうラベルが貼ってあるのと、えー、貼ってないのがあって確かにその香りについてラベルが貼ってあるところに行くと本当に もうああ本当に気持ちがいいなというバラの香りがしておりました、えー、まあ香りであれ姿であれなんかこう心地よよいいいいもののっていうのはなんかいいですよねそれでなんかこうそういうものがあるとなんか自然に深呼吸したくなるといいますかなんか大きく息を吸い込んであるいはこう息をこうなんていうか息を止めてでも それをしっかり見たいというふうな思いになるから不思議だなと思いました。私たちの人生がね、本当にこう、香りを放つ、え心地よい香りを放つという生き方をするには、どうしたらいいのかなと思わず、そのバラの香りを嗅ぎながらえ考えました。どういうふうにしたら、まあ、いわばキリストの香りを放つことができるんだろうかなって。 思ったんですよねであの新宿御苑にはたくさん、えー、大きな木もあって、まあ、森のようになっているようなところがあるわけですけれどもそこを歩きながら何人かの方々とお話をしたときに呼吸をするときにその息を吸い込む時私たちは人間はその、えー、神様が息を吹き込んだことによって生きたものとなったという言葉があるんですけれども。 息を吸い込むときつまり呼吸でね息を吸い込むとき神様の愛を吸い込む神様の命を吸い込むあるいは神様ご自身を吸い込むようなつもりでこう息を吸って自分の中の汚れたもの自分の中の嫌なものそれをこう吐き出すというかまあそれをこうキリストが受け止めてくれるということを信じてですけれども。 神様のののの命ををを吸吸い込んででそして自分の中汚のれたものを吐き出すすような意識で呼吸をするゆっくりでいいんですけれどゆっくりでも普通にそういう意識で呼吸をしているとああ神様に生かされてるんだなという気持ちが大きくなってもしかするとバラと同じような良い香りを放つことができるような人になれるのかなと思わず。 感じたんですよね呼吸一つでも考え方によって何か心地よくなるというのがありますね。息を吸い込む時神様の愛を吸い込んでいる。息を吐き出す時キリストに許されるために私の汚れを全部吐き出す。心の内側の汚れを全部吐き出す。そんなつもりで吐き出してみる。良いものを吸い込み悪いものを吐き出す。そういうい意識で 今日は呼吸をしてみてみいただけませんかそれを深呼吸も同じようにしてみたらどうでしょうかきっと何かこう心の内側がきれいになるかどうかは別として清々しくなると思うんですよね祝福がありますようにそれじゃあまた。